では飛田給駅南口商店会の大村さんにお話を伺います。よろしくお願いします。どうもよろしくどうも。あの駅の雰囲気が随分変わりましたね。そうですよ。もうねこの3月にやっと出来上がったんですけどね、前の雰囲気はもう全然残ってないですね、うん。こちらの商店会はいつ頃からあったんですか？昭和のね40年頃にはもうできてたようですね、うん。だから私は来てまだ15年ぐらいですから、その時分はまだ昔のあれが残ってましたからね。その頃は大体何店舗ぐらいあったんですか？そうですね、この今駅までの正面通りですけど、これに大体ね27、8店舗あったと思いますね。もう今その半分ぐらい。半分ぐらい、はい。でもこれからがすごく楽しみですよね、うん。2019年にはラグビーのワールドカップもあって、うん、2020年にはオリンピックもありますよ ね。いいことばっかりここはね、飛び立てに来てるんですけど、それに乗り遅れないように。でもこう街並みが綺麗だったら、こう写真とか撮る人も多くないですよね。うん、そうですね。だから私今ちょっとね、花植えたり、活気になるように上りをね、あれしたり、みんな各店舗でね、強制的に立てちゃおうかなとも思ってるんだけどね、駅からねすぐ見えますからね、それがこういうお客さんにねアピールできればなと思っているんですけどね。なんか来た方も歓迎されてるなっていう風に感じますよ ね。なんかここにやらないと、そういうのこっちのお客さんがね、お何かやってるぞというようなね、そういうのを見せたいですね。なんか今後はどのような商店街にしていきたいと思われますか？そうですね、みんな年取ってるけどそれなりにね、やっぱりみんな働き者ですから、この商店街はだからうまくいくとは思いますけどね、一生懸命頑張ります。はい、うん、これからどんな風にさらに発展していくのか楽しみにしています。そうです、頑張ります、はい、ありがとうございます、はい、よろしくどうぞ。さあ続いては餃子屋さんにお邪魔しています。よろしくお願いします。餃子屋っていうお店の名前ということは、はい、餃子のお店なんですか？そうですね、博多の鉄鍋餃子の専門店です。うん、博多の鉄鍋餃子っていうのは鉄鍋で焼くんですか？はい、すき焼きの鍋のでその中で焼いて、お客様に提供する。野菜が多めなんで、まあ、女性もすごく食べやすいと思いますし、サイズもすごく小さいので一口でそれ食べれる感じで、まあ、ご飯と一緒に食べるというよりおつまみみたいな感じですかね。いや最高ですよね。ビールと餃子、はい、チューハイと餃子も何でも合いますもんね。そうですね、私も大好きです、ね、餃子以外もいろんなお料理があるんですよね。そうですね、博多の鉄鍋餃子なので、まあ、九州なので他の料理は九州の全般の料理を私しています。特に宮崎地鶏とか、熊本の霜降りの馬刺しとかが人気ありますね。でこちらのお店はいつ頃から飛田給ですか？飛田給では10年前ですね。ます、これから2019年、2020年とイベントも盛りだくさんなんですけども、はい、こう街がこう活気あふれる街にするために、はい、皆さんに話し合ったりとかっていうのは、わまあ、特にはしてはいないですけど、でもやっぱり人がいっぱいお見えになるんで、やっぱり地方っていうか他の方から来られるんでね、やっぱお客さん来られたらやっぱ喜ばせたいのは私たちはいつも思いますね。本当に皆さんから愛されるお店だと思うんですけども、はい、最後に市民の皆さんにメッセージをお願いいたします。はい、飛田給では10年やらさせていただいてますけども、いつもみんなスタッフ元気よくやってますので、一度来てみてください。よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。さあ続いては魚いねさんにお邪魔しています。よろしくお願いします。こちらの店とっても落ち着いた雰囲気でゆったりとお食事が楽しめそうですよね。そうですね、多数のお客さんがいらっしゃってくれます。いつ頃オープンされたんですか？今から13年前です。商店会の皆さんではこう普段どんなコミュニケーションを取られているんですか？そうですね、先日子どもたちを集めてイベントを組んだりとか、これからもそのようなことを考えてやっていきたいと思います。
さあそしてこちらのお店は13年前からということなんですけども、どんなお料理をいただけるんでしょうか。メインにあの魚の料理をやっております。あのお店入り口にもいけすがありますよね。新鮮なお魚がいただけるんですか。そうですね、あの毎日市場にあの朝から通ってますのであのもしよろしければ私もちょっといただいてもよろしいですか。はい、わかりました、お願いします。さあというわけでご用意いただきました。豪華ですね。ありがとうございます。ため息が出ちゃいます。こちらはどういったメニューなんでしょうか。これはですね、あの夜の方で出しております、店長のおまかせの刺身盛り合わせです。上から本マグロ、トロ、ヒラマサ、ヒラメ、ホタテ、赤貝の紐、あとウニです。おすすめはぜひマグロ召し上がってください。小声になっちゃいますね。いただきます。脂が乗っててすごく美味しいです。こちらのお店に来るとこの新鮮なお魚がいただけるんですよね。はい、そうです。ぜひ、ね、皆さんにも味わっていただきたいと思います。では最後に市民の皆さんにメッセージをお願いします。従業員一同頑張っておりますので、ご応援をよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。さあ続いて港屋さんにお邪魔しました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや新鮮なお野菜が並んでいて本当になんかここでお買い物したいという気持ちになりますね。 ありがとうございます。野菜の、ね、品揃えには一応、ね、力を入れてますので、はい、こちらはどういったお店なんでしょうか。一応総合食品なんですけれども、店頭に一応野菜を出して中に食料品で奥に飲料とか、まあ、雑貨も置いてますので、幅広く扱ってますね。やはりこの駅の周辺が変わってお客様の雰囲気も変わられましたか。そうですね、まあ、見た感じですけども最近新しくお見えになった方も随分増えたような感じがしますね。これからこの商店街どんな風になってほしいなと思われますか。まあ、みんなそれぞれのお店がね、あの相乗効果で、まあ、上がっていけばいいんじゃないですかね。港屋さんとしてはどんな風にしていかれたいですか。まあ、うちはうちでやっぱりもう商品はこれ以上受けないので、あとはお客様に満足して、どうやったらより満足してもらえるか、そういったことを、ね、考えながらやっていきたいと思いますね。では最後に市民の皆さんにメッセージをお願いいたします。まあ、あのこれから、ね、スタジアムの件でいろいろ盛り上がる街ですけども、よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございます。